フィステーラは、スペイン北西部ガリシア州は、コルーニャ県の自治体である、コマルカデ・フィステーラに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は4983人。住民故障は、フィステレン、RR。カスティーリア5表記はフィニステレ。自治体内に、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の最終地点である、フィステーラ岬がある。 ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は71.21%。フィステーラは岩勝ちでナンパが多発するコスタダモルテに面している。フィステーラという地名は地の果てを意味する。この名前は宝隔絶した半島上に定住地があったこととスペインの生誕にあたることから発生している。古い港のある漁村である。時代のケルト人が聖地とした場所であり。 キリスト教以前の信仰の一跡が残る。フィステーラはアコルーニャ県の最西端に位置し、コマルカでフィステーラに属する。隣接する自治体は北の西のみで、東西南の三方は大西洋に面する半島となっている。フィステーラはコルクビョン司法管轄区に属す。自治体市長はガリシア国民党のホセマルエルトラーバ、フェルナンデス。自治体評議員は ガリシア国民党、七、ガリシア社会党、三、ガリシア民族主義ブロック、二となっている。フィステーラは四の教区に分けられる。ありがとうございます。